先生の話、おはようございます。いらっしゃい。おはよう。ありがとう。寒いね、今日ね。行かなきゃいけないんだということを改めて思っております。お疲れ様です。おはようございます。ありがとうございます。お車からもご提案ありがとうございます。はい、あのケンスケさんの裏裏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 じゃあお願いします。はい、お願いします。大体いつも場所って決まってんですか？決まってますね。大体20カ所ぐらい決めてて、はい、そこをこうぐるぐる回ってる感じです。どれぐらいの時間やるんですか？大体1時間ぐらい。1時間ぐらい。7時半から8時半ぐらいが多いですね。今日でもめちゃめちゃ寒いんで。引いちゃいましたね、寒い日。もうマイナス。マイナスでしたね。ねしかも、昨日髪切っちゃって。あ、よっすげー寒い。でも気合入ってますね。ちょっと僕もお手伝いできることあったらぜひ。なるほど、場所も気をつけないといけないですね。そうなんですね。結構邪魔になって申し訳ないんで。もうみんなバラバラでやるんですか？バラバラで配置されるんですか？あのスタッフの方は、そう、どうしようかな。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この交差点、ご通行中の皆様、おはようございます。いやもう今日本当にまたまた寒い朝になりまして、どうですかね、あの
まあ、風は昨日よりはちょっと収まったようなありがとうございます気もしますけど、それでもあの気温は昨日よりもおそらく低いんじゃないかなと。朝家出ですがありがとうございます。マイナスに近いような朝でしたけれども、お気をつけて。ありがとうございます。バイクからもありがとうございます。そう、おはようございます。いらっしゃい。自転車の皆さんもいらっしゃい。気をつけて。ありがとうございます。寒い日でありますけれども、お気をつけて。いらっしゃいませ。おはようございます。ありがとうございます。お車からもご支援ありがとうございます。原田健介です。まあ同時にでもただちょっとワクチン、昨日もニュースなんかでよく出てましたけど、やっぱり実際に、おはようございます、行かなきゃいけないんだということを改めて思っております。お疲れ様です。おはようございます。本日福島の交差点、福島交差点の皆さんへの私原田健一よりのおはようございます。感染者の数が収まってきたとはいえども、なかなかあの街の経済の時、おはようございます。おはよう、ありがとう。寒いね今日ね。おはようございます。お気をつけて。ありがとうございます。ストライドマンは去年6月から全然機能してなかったというようなニュースが出て、おいおい大丈夫かとお疲れ様です。ありがとうございました。いやいや、もう寒いですね今日は。やっぱり寒いですね。やっぱり1時間やっぱきついですね慣れてないと。でもすごいですよ、学生の人とかだっても手袋なしでみんなチャリ来てる人いですよね。はい、というわけで今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。朝からありがとうございます。きっとまあいろいろ僕も調べてきたんで、健介さんのことありがとうございます、ね、年が一緒だっていう、まさかの86世代、ね、同学年だから34です、はい、でなんか生まれは津山って聞いたんですけど、そうです、そうです。育ちがあの倉敷ということで。そうなんですよ。もうね、物心ついた時は倉敷に行って、はい、で小学校卒業するまで倉敷にずっといます。はいはい。でこのあのご覧になってる方も、うん、健介さんってどういう活動してるんだろうとか思う方がおられるんで、はい、ちょっとあの自己紹介をお願いしてもいいですかね。はい、改めまして、あの原田健介と言います。まあ、健介さんで名刺、あの原健ともよく呼ばれていますけど、あの僕は今衆議院議員を目指して活動しているところで、実はですね、2年前にも岡山で参議院選挙っていう、まあ、国の選挙に出て、まあ、その時はダメだったんで、でもまあ1回でダメで止まるわけにはいかないと再チャレンジ。やっぱりまあ僕34歳で、このまま行くとまあ僕らの将来とか、僕らの次の世代の将来ってどうなるんだろうっていう、もうすごい不安があって。なんか僕らとか次の世代にどん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 つけだけ、負担だけ回される、そんな社会は嫌だなということで、なんとか社会を変える、政治を変えるということで、あがいているものです。よろしくお願いします。で、まあ、ケンスケさんね、こういう感じで、なんかすごいもう若い、エネルギーを感じるんですよね。はい。まあこれからのなんか健介さんの活躍も活動とかもすごい期待したいなというか、はい、すごい期待しながら。で、まあまたあの、うん、ちょいちょい健介さんの活動もね、動向というか、はい、あの健介さんの裏あの裏っていうのもおかしいかもしれないですけど、健介、はいはい、さんの実際の、うん、そうですね、はい、あのぶらり旅とか、あ、いいですね。でなんか近々、うん、行けちゃう、あの滝行ですか、ね、滝行に行く予定になってますんですげえ不安なんですけど、自分で言っててあの僕も滝行したことあるんで、はい、あ、あるんですね、はい、大変ですか、あのいや楽しいです。楽しいですか。楽しいです。じゃあ大丈夫です。はい。で、楽しみにしてますので。はい。また引き続き、はい、よろしくお願いします。ぜひ見かけたら声かけてください。はい。よろしくお願いします。はい。まあ、あとツイッターとか、あ、ぜひやられてもやられても。はい。ツイッターあの原田健介でインスタもツイッターも出てきますんで、はい、フォローよろしくお願いします。はい、よろしく。これからどこに事務所帰ってっていうことですか。はい、これから事務所帰って今日はですね、横井とか。あの辺りを一軒一軒ピンポンと押して、あの政治活動やってる怪しいもの、あ、まあ、怪しいものですけど言って、ちょっとまあ話聞かせてもらったり、あ、僕が目指す社会をあの伝えさせてもらったり、あ、なるほど、まあ、しっかり感染対策した上でやられてるというか、そうですね、いうことですよね。マスクはして、でまあまあまあそんなにね、玄関先なんで距離取って話すんで、あ、いやいやいや、そこはもう、まあそうですね、大丈夫かなと思ってます、はい、ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ラバンスピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。